新年おめでとうございます。コメスタチャンネル真島愛です。2021年になりましたね。どのようなお正月を過ごされましたか？今年の抱負はもうお決めになりましたでしょうか？番組最後にコメスタチャンネルからのお知らせもありますので、ぜひ最後までお聞きください。コメスタチャンネルでは昨年末に念願だった初のオリジナルラジオドラマを放送いたしました。予想を超える方にお聞きいただき、嬉しいご感想、ご質問などたくさんいただきました。ありがとうございます。ここで少しご紹介しますね。声だけのドラマは初めてだったけど、想像力をかきたてられて面白い。ありがとうございます。そう、電話と同じように想像力を働かせることが鍵になりますので、そこを面白いと言っていただけて嬉しいです。続いての感想は、美奈子がまるで自分のことのようでした。新採用の時を思い出しました。ありがとうございます。いやー、やはり電話応対を始めたばかりというのは、慣れないお客様対応や覚えることもね、たくさんありますし、先輩方の応対を聞いて、できないのは自分だけなんじゃないのかなというふうにですね、悩むことや落ち込む方も結構多くいらっしゃるんですよね。ですから、今迷いのね、渦中にいる方は、私だけじゃないんだって思っていただけますし、そこをね、乗り越えた方々には懐かしく、そしてすでにね、サポート側、サポートする立場にいる方にとっては、審査員の方の目線や気持ちを想像するヒントとしてもお聞きいただけるかと思いますので、そうやってね、ヒントにしていただけると嬉しいです。お次は、キリコの話に感動した。壮大で素敵な作品だった。それから、1、2話はよくわからなかったけど、後半どんどん面白くなってきて引き込まれた。ねえ、そうなんですよ。キリコが登場してからかなり壮大なお話に展開していくんですけど、1、2話はね、割とコールセンターの日常を描いていますので、人によっては入り込めなかったという方もね、いらっしゃるかもしれませんね。私は最後まで台本を読んでいるので、どうしてもその話の面白さを知った上で作っているんですけど、やはり初めて聞く方の、視聴者の方の目線で、私たち作る側が終始客観的な視点を持って作り続けるっていうことが本当に大切なんですよね。これは電話応対でも、ね、やはりお客様の視点を常に持って最後までいるっていうことは重要なところなので、改めて私も勉強させていただきました。ここはですね、脚本家とも話していて、裏話もたくさんあるんですけれども、まずはディレクターズカット版でですね、一挙放送を1月の中旬くらいにお届けすることにしました。中には一挙放送してほしいというお声もありましたので、ぜひお楽しみにしていてください。そしてまだお聞きになっていない方、それからですね、前半で挫折してしまったという方も、ぜひ、ディレクターズカット版聞いてみてください。それからご質問もたくさんいただきましたが、中でも多かったのが、どうしてラジオをやっているんですかというご質問と、なぜラジオドラマを作っているんですかという質問が多かったです。まさかね、私自身のことをこんなに聞かれるとは思っていなかったんですが、まあ、確かにね、コールセンターの応対品質アドバイザーがラジオに、ラジオドラマの制作というのはね、かなり唐突な感じがしますよね。2019年の春にブログの方でこのコメスタチャンネルラジオを始めた時にはお話ししていたんですけれども、確かに YouTube に移行してからは一度もお話をしていないので、近日中にこのね、回答編をあげようと思います。そちらをぜひお聞きください。本当にたくさんのご感想、お声ありがとうございます。そしてチャンネル登録とグッドボタンもありがとうございました。チャンネル登録まだという方、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、最後にコメスタチャンネルからのお知らせです。お知らせは3つございます。1つ目は、1月からコメスタチャンネルにアシスタントが入ってくれることになりました。嬉しいです。近々ね、登場すると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。2つ目は、ラジオドラマキリコと美奈子の CD
を1月16日に数量限定で発売いたします。価格は1枚1500円、税込み価格ですね。ウェブのみの販売となります。店頭には並びませんので、欲しい方は直接メッセージをお願いいたします。そして、最後3つ目、コメスタチャンネルラジオドラマ第2回ワークショップ開催決定いたしました。こちらの詳細は、なぜラジオドラマを作っているんですかという回で、お伝えさせていただこうと思いますので、ご興味ある方はぜひそちらをお聞きくださいませ。よろしくお願いします。さあ、2021年、いよいよ始まりましたが、もう本当にね、ラジオドラマにちょっと昨年は力を注ぎすぎて、更新頻度がねかなり下がってしまったので、本当に皆さんにはね、こうもっとね、いろんなスキルとかハウトゥーのところをね、聞きたいっておっしゃる方たくさんいらっしゃいますので、今年はそのところにも力を注いで、更新頻度も上げてお届けしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録して、お聞きいただけたらと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。コメスタチャンネル、真島愛でした。